キャプテンシートになってますよ。音もすごいわ。音もいいですし、こんなやつがすごくないですか。ゴージャスで絨毯で、わお、ワインとか置いちゃうとね、映えますね。ミリミリランド、はい、では次はね、もう一つのこっちの5番ホールの方を見ていこうと思います。はい、5号館行ってみましょう。はい、こちらにね、マップがあって、今見てきたのが4号館の方でした。結構ね、4号館の方が多かったんですけども、今度こちらのね、5号館行ってみたいと思います。はい、レッツゴー。こっちもね、いっぱい見どころがいっぱいあるんですよ。そうなんです。はい、入ってすぐのところにダイレクトカードさんがデデンと大きなブースを構えてらっしゃいます。じゃあダイレクトカードさん、そうですね、じゃあこっちもにぎわってるな。こっちの、はい、5号館もすごい人がいっぱいですね。いいですね、ダイレクトカードさんです。最短10月即納車って書いてありますよ。ダイレクトカードさんすごいですね。バンコンが多いですね。フューチャーフリーワゴン、はい、もう、ね、本当に車中泊に特化したとてもシンプルな作りだけど、いっぱいで移動ができて、そしていっぱいで寝れるよっていうモデルですね。はい、8人乗りの就寝定員は書いてございません。お値段524万円です。すごいシンプルな内装になってます。うん、可愛い。ここね、IS がどんどんどんっていっぱい並んでます。並んでますね。プレミアムラウンジ2だ。すごい、4人乗りの2人就寝ですね。これはね、キャプテンシートがすっごいいいんですよ。超贅沢なんです。お値段693万円です。アマホ、はい、アマホ、こちらガイアの夜明けでも紹介されたお車ですね。こちら、軽キャブコンの種類になります。これね、中でも外でも使える、こういうね、テーブルカウンターがこれね、こうやって、ね、おしゃれだよね。すごい素敵で、上にも行けるんですけど、上はね、ぐるっと開いて、上でこうお茶するようなことも、ね、できちゃうから、全開放型ポップアップルーム、すごい素敵です。はい、で、こっちがね、アマホ2。はい、妻の方はこちらに男の子仕様ということで、はい、ここ後ろがバカって開いて荷物がたくさん入るようになってます。こっちもガイアの夜明け出店車両、出店車両、お値段475万円、4人乗りの3人写真からです。はい、ニューモデル、いいですね。なんかすごいね、すごいですね、人が、皆さんの注目度がすごいです。はい、そしてね、その後ろがトリップですね。キャブコンです。はい、キャブコントリップ、これはね、もう、あ、トリップ2ですね。電気大革命ということで、本当にオプションがたくさん、オプションというか標準装備がすごくたくさんついてます。お値段もね、良くてですね、1219万円、年間限定生産台数が20台という、ね、貴重な車です。伊勢志摩です。こちらもね、キャブコンなんですが、とっても素敵なキャブコンです。もうね、伊勢志摩は伊勢の布を使っていたりとか、すごいね、内装も凝っています。お値段が745万円ですね。軽ワックスさん見ていきます。はい、軽ワックスさん、たくさんのね、バンコンがあります。オーロラエクスクルーシブです。はい、そしてね、水平のポップアップです。ポップアップルーフ水平は本当に珍しいです。中やっぱかっこいいね。かっこいいですね。で、縦型エアコン搭載ということで、いやー、素敵だな、やっぱりおしゃれな内装だね。内装おしゃれですよね。はい、こちらお値段書いてありますね。771万円、5人乗りの4人主審のお車です。ハイエース、スーパー GL がベースの車両です。はい、そしてこちらが、はい、こちらはですね、エクスクルーシブ、エクスクルーシブですね。え、エクスクルーシブ、セブンスター車です。波も画面
はい、セブンスターですね。7人乗りです。はい、これね、7人乗りはすごくご要望があって作ったとおっしゃってました。7人乗りの2人就寝です。お値段が731万円です。ハイエーススーパー GL が母体の車両です。はい、そしてメビウスシステム2で電気がより、そうですね、強化されてる、はい、ということで本当にね、電気使いたい放題ですね。うわー素敵だな。やっぱり内装いいですよ ね、おしゃれだよね。すごいシック、おしゃれ。クラシック版です。はい、こちらもね、上がポップアップしています。で白いね、綺麗な革の、はい、内装になってます。これもまたかっこいいな。6人乗りの2人、各4人就寝です。お値段722万円。ハイエースのハイエース版スーパー GL がベースの車両になってございます。このね、非日常感のすごい綺麗なデザイン。そしてこれね、折りたためるんですよ。これを椅子がパコッと、ね、こういう簡単にこう折りたためるような仕様もすごくいいなと思います。かっこいい。はい、そしてもう一台、もう一台来ましたね。はい、こちらはね、オールスタークルーズシリーズの SL ですね。スペシャルラグジュアリーバージョンということで、お値段が802万円です。7人乗りの3人または5人就寝、そして別車両がハイエースのスーパージエルです。はい、では中を早速見てみましょう。あ、これ前向きで行けちゃうやつですね。前向きで皆さん座れて移動ができる、うん、そしてポップアップしてるからね、とても開放感がありますし、ここに冷蔵庫があるタイプです。はい、ちょっと後ろからも拝見させていただきますと、はい、こんな感じですね。結構ね、ラゲッジスペースもしっかりとってありまして、で、あの後ろ側にね、見えてるお椅子は前にも詰めることができるので、そうするとね、ここも外すとかなり大きな荷室が出来上がります。岡モーターさん見ていきます。ミニチュアクルーズがございます。もう大人気のミニチュアクルーズシリーズは軽キャンです。今ね、すごい熱心に見てらっしゃる方がいらっしゃいますね。おしゃれな軽キャンパー。そうなんですよ。こちらね、デザイン、グッドデザイン賞ももらっているものなんですが、4人乗りの2人就寝、ベース車両がエムリージョインターボガソリンで動きます。お値段300万円です。こちらね、本当にすっごいスタイリッシュなんです。フルフラットで寝れて、欲しいものがちゃんと欲しいところにあるというね、素敵な作りになってます。家具がおしゃれですよ ね、配置がいいです。そしてね、こっちはね、電気がたっぷり使える SV です。おお、こちらね、白亜の宮殿に広がる充実した冷蔵と収納ということです。こちらはお値段がシャープ 225W ソーラーパネル、うんうん、なんか登ってみてくださいっていう。はい、じゃあぜひぜひ登ってみてみましょう。はい、上にこのようにソーラーパネルが乗ってます。はい、高性能なソーラーパネル乗ってます。こちらニューミニチュアクルーズ SV、4人乗りの2人就寝、エブリィの PC が母体の車両です。お値段343万円です。内装、こっちもおしゃれですね。ハクワというだけありまして、 白ですね。白ベース、家具も白い、うんうん、でこのね、中でも外でも使えるテーブルも魅力ですよね。すごい綺麗です。うん、いいですね。これもね、足がね、ゆったり伸ばせる感じがすごく素敵です。四国ですよね。あ、こういう関係の去年のハイマーですね。はい、こちらハイマーです。はい、もうなんか特設コーナーみたいな感じで仕切られてます。特設ですね。これは高級エリアですね。ハイマーはやっぱ敷居が高いこちらね、エクシスT の、374ですね。4人乗りの3人就寝で、フィアットジェカタが別車両になっています。お値段お値段1392万円です。すごい。
かっこいいな、やっぱり。はい、まあいいですね。前から見てもかっこいいですもんね。かっこいいね。でも割とあのコンパクトになってるから日本でも運転はしやすそうな気がしますけどね。こちらマリナ RV さんです。はい、キャビン2などございます。いいですね、マリナ RV さんのブースにやってまいりました。いろいろ止まってますね。結構ね、大きなブースですね。はい、こちらはですねトヨタのノアがボタンの車両で、作ってあるキャンピン2 with ノアと書いてありますね。キャビン2 with ノア。はい、お値段が467万円で8人乗りの2人就寝です。8人乗りの2人就寝いいですね。あ、ここがこうやってフルフラットになるようになってるんだ。で普通にこれね2列目シートもあと3列シートもこう跳ね上げて使ってる状態ですね。あ、そのまま純正シートいか。そうですね、これはいい。展開できると。それで後ろにね見てください、この後ろのスペースですよ。こういうのつけてあげるともうここでね一つ大きな空間になるので。広いっすね。うん、こういう使い方もいいですね。リビングスペースこっちに持ってきちゃって中は本当に寝るだけにしてもいいかなと思います。あ、素敵。じゃあテーブルはやってね後ろで使えるから。うん、ここが本当に部屋みたいに、ね、部屋です、部屋、もうまさに部屋です。いいな、いいな。でこちらが、はい、こっちも後ろにテント、後ろにテントあるバージョンですね。小川テント、いいですね。サーキュレーター、あ、ハンモックだ。いいですね、こんな感じでも使えますし。で後ろがフルフラットになっています。でこれ動くんじゃないですか、ほら。本当だ。はい、出し入れできる、すごい。はい、これ母体の車両が何なのかちょっと気になっています。はい、こちらスズキのソリオですね。スズキのソリオが母体の車両になっています。5人乗りの2人就寝キャビン2ミニウィッシュです。でお値段390万円ですね。わお、いいな、いいな。この乗用車の椅子をそのままね使えるようにしてるっていうのはすごいね、乗り心地が抜群だと思います。じゃあ次行ってみましょう。こちらはスズキエブリィだと思います。はい、こちらスズキエブリィのジョインターボ2WD がベースの車両になっています。お値段363万円、4人乗りの2人就寝です。キャビン2ミニプラスアルファです。はい、フルフラットでね寝れるっていうのが分かるのと、あとここにね換気できるファンが4つも付いています。お、後ろから見ると分かりやすい。でこうやって外でもねシャワー使えるっていうのもいいですし、これ中でも外でも使えるタイプのテーブルになっています。この辺とかは開くのかな。あ、でも詰まってますね、こっちは、うん、なんか収納になってるかなと思ったらこっちはそのまま詰まってます。でお値段が、あ、そうだそうだ、これ2列目シートもそのまんまだから起こしたらもうそのまま使えるようになってるのもすごくいいですね。あと電気系統がねやっぱり使えるようになって電子レンジとかそこら辺にねいろいろあるのが素敵です。冷蔵庫も使える。はい、こちらもねキャビン2ミニなんですが、こちらねワゴンバージョンということです。4人乗りの2人出身の車です。スズキエブリィワゴンが母体の車両になっております。お値段354万円です。ジャークリーのポータブルバッテリーが入ってますね。こういう感じでちゃんと電気を使えるようにしましたっていうのは最近増えてるのですごくいいんじゃないかと思います。あとここがねこう折りたたみ式でこう開くんですけど、こういう収納もあってすごい素敵ですね。2段になっています。中はでこうやって閉められると非常に素敵です。
で足がね結構広く寝れるっていうのがこれはすごいいいな。幅が広いね。幅広いです。で普段は通勤やお買い物で多様に使用できます。でリチウムバッテリーイオンはリチウムイオンバッテリーは持ち運び可能ということで、よいしょ、せーの、ほ、あ、ここに収納になってますよ。深いですね。深い。これは本当に日常時に普通に使っていて、でちょっと泊まりがけの時にもバッチリ使える、そんな感じになってます。はいです。はい、かっこいい。399万円。おお。こんなこれがいいか、あれもか入っていいのかな。広いですね。ね、広い。横にテントがありますね。CRS さん。はい、CRS さんの車かっこいいですよ。ここがすごい広々としてます、この跳ね上げになってるところがいいな。ちょっとなんかバンライフっぽくっていいですね。はい、うんうん、はい、こちらレガンさんですね。レガンスさんの車もローになっておりますね。こちらのお車はかっこいいな。ハイエースこうやってローにするのもいいですね。やっぱり特徴が出ますね。レガンスさんいいな。結構ねこの、あ、センターコンソールすごいですよ。変えてあってすごいね。こういうのができるのがすごくいいですよね。シートも変えてありますね。でキャプテンシートになってますよ。音もすごいわ。音もいいですし、すごくないですか。ゴージャスで絨毯で、わお。ワインとか置いちゃうとね、映えますね。なんかあそこの内装のやっぱり電気が全然ライトが違いますよね。ライティングがで、かなりこれ乗れるんじゃないですかね。すごい。はい、そしてここにいっぱいパーツがあります。うん、アームレストとかいろんなパーツ取り扱っているので、自分の、ね、好きなようにカスタマイズができそうです。はい、カーショップ37さんです。はい、楽しみです。はい、37さんの軽キャンですね。 N 版ベース軽キャンパーと書いてあります。ニューモデル N 版書いてあります。 N キャン、N キャン、N バン、N キャン。はい、お値段がなんと334万円、4人乗りの2人就寝です。下に荷物がいっぱい入る、うん、これすっごい荷物積み込めるんですよ。素敵です。いいですよね。フルフラットでもしっかり寝れます。日常使いもできて、こうやってねちゃんと車中泊もできるってところがいいです。はい、そしてこちらロデオミニです。こちらね、人気のこちらトレーラーなんですけれども、すごいアメリカンでね、可愛いんですよ。形もね丸くてすごく素敵ですし、お値段22年モデル、おお、タイプ1って書いてありますね。お値段が379万円ですね。牽引免許不要のタイプのトレーラーです。就寝定員が4名で、車両重量が 710kg になってございます。このアメリカンな感じがね、何とも言えずにすごい可愛らしいですよね。はい、東西アテオさんです。トレーラーです。トレーラー少ないからすごい嬉しくって、ホビー、こちらホビーですね。ホビーのトレーラーバージョンです。すごい素敵なんですよ、ホビーのトレーラー。
あ、大きさもね、こんなに大きいから。で、中はすごい高級なんですよ。キラキラしてますね。すごいです。キラキラしてますよ。中もキラキラしてます。はい、このね、後ろがこう流れるタイプのね、ウィンカーが出るんですよ。すごい素敵。シーケンシャルウィンカー。上もね、開いてますね。パカンと。開いてますね。460SL エクセレント。はい、すいません。こちらはドイツからの輸入車です。はい、4人出身で、こちら牽引免許が必要なトレーラーです。お値段428万円です。ここにね、ここにちゃんとベッドがあるんですよ。で今ね、真ん中空いてるんですけど、ここ埋めちゃうとね、多分ね4人ぐらい大人でも寝れそうな広さがある、はい、3人だったらめちゃくちゃ余裕です。いいな、いいな、大人気。こちらもトレーラーですね。5人就寝のトレーラーです。牽引免許が必要です。お値段が449万円ですね。はい、素敵なトレーラー。もうちょっとだけ覗けるのかな。はい、ここはリビング、はい、リビングルームで、マルチルームとキッチン、そして奥にベッドルームがございます。就寝テーブル、ごめん、ルームエアコン、エアコン、わお、わお、いいな。そこにエアコンがあります。素敵です。はい、積層ボディさん見ていきましょう。はい、トムがあります。積層ボディさんといえばトムシリーズですよ。今回ね、トム200とトム23がございます。で、手前がこちらトム200の方ですね。で、こちらのキャブコンはハイエースをベースにしたキャブコンになっています。トム200ですね。ハイエースだからね、取り回しもしやすいですし、非常にねスタイリッシュです。うん、かっこいい。で、ちょっとだけここがやっぱり出てるんですね。拡張されてる感じですね。はい、お値段の方が、769万円、7人乗りの6人就寝で、別車両がハイエースです。これはいいですね。お隣がね、トム兄さん、トム兄さんですね。はい、こちら6人乗りの5人就寝です。お値段598万円、タウンエーストラックデラックスエディションが母体の車両になっております。はい、こっちはタウンエースベース で、ね、後ろが仮装されてるキャブコンになります。ね、うん、で後ろから入るからね、リビングがしっかりねスペースとして取れている感じですね。入ってすぐのところに冷房がある感じですよ。いいですね。はい、こちら加藤モーターさんです。はい、後ろにあるのは DD です。加藤モーターさん大人気の DD です。もうね、車内がすっごい背高くて広いんですよ。で、今回もいっぱいお車あるのかな、3台ぐらいは、はい、ありますね。見られますよ。大きいですね。ね、DD 大きいですよね。こちら DD のベースになっている車両はハイエース、5、6人乗りの、4人プラス1人ぐらいの就寝かなっていう形ですね。お値段が793万円です。ちょっと中をぜひぜひ。運転席、助手席がくるってなってて、はい、で屋根が上が室内が高いです。うんうんうん、後ろがベッドスペースになってて、マルチルームもあります。充実してますね。バンクベッドも広いです。こちらからね拝見いたしますとこういう感じですね。やっぱりねベッドがねすごいしっかり広く取られてます。
で、この下のね、ラゲッジスペースもしっかりあるので、荷物もね、たっぷり積み込んで移動することができます。木のぬくもりを感じる車内。ね、香りもね、ここに立ててもいいです。で、今、カイ君が紹介しているのが、新しいライラです。こちらのね、ライラとても面白くって、テレビがね、飛び出してくるんですけど、ここからだとちょうど見えますよ。IS ナローボディですね。はい。で、あそこを、これが下から飛び出てくる。こちらね、5人乗りの2人主審です。いいですよね。537万円のお車です。はい、ライラです。で、ライラは後ろにね、こういうキッチンのスペースがついています。冷蔵庫とそちらにシンクがね、あって、あとは本当に、ハスプシートっていってこう展開できるシートが前向きについているので、前向きで3人がしっかり座れるようなお車になってます。はい、そしてもう1台。はい、こちらのお車も大きなハイエースですね。で、上のところがね、さらにこう仮装されててクッて上がってるんですよ。 J トップ。そう、これが10センチアップした。10センチアップすることによって室内高がね、相当大きくなるので、本当に開放感があふれるこのブルームーンの車ですね。ブルームーン EX、 ブルームーン EX、 あー、いいな。で、これもね、後ろマルチスペースになってるの分かりますかね。トイレもね、できるような形になっています。こんにちは、お世話になってます。はい、こちらブルーム EX、 お値段775万円、乗車定員が5、6名で、就寝定員が4名です。列車両がハイエースということですね。エアコンもついてますね。あ、エアコン搭載です。バッチリです。電気もね、しっかり使えるようになっています。あとやっぱりこのね、常時ある2段ベッドがね、いいですし、あとしっかり引き出してあげることによって、あの幅がね、もっと広がりますので、ゆったりと眠れます。いいな、いいな。はい、